皆さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、起床後の一人語りスタートさせていただきます。おいしい。今日はよく寝ましたよ。はい、よく寝ました。本当に、いやー、さっぱりですね。いやー、いいなー。まあ結構昨日も楽しいことありましたけれども、今日もいろいろ楽しいことあるんで、はい、まあけどね、ちゃんと頭を使うんでね、しっかりと頑張っていきたいと思いますよ。はい。いやー、どうですか、金曜日ですよ。どうしますか。僕はいつも通りなんですけどもね。え、土日休みの方、金曜日じゃないですか。ねえ、アルコールが飲めるかとも、飲めない方も、飲みましょうよ。一緒に、一緒になって。はい。ね。そうですね。いやー。昨日ね、今日ね、もう嫌というほど夢を見てですね。はい。なんかおかしな夢があって、3回ぐらい続いたのかな。もう起きようぜっていうところまで来て、でようやく起きたんで、もうお目目パッチリですよ。はい、そうですね。はい、お目目パッチリです。でもまあそのぐらい寝るとね、さすがにお目目パッチリなんだなっていうことが分かりましたね。はい、そうですね。はい、いやしかしあれですね、やっぱ英語使うといいですね。はい、なんかこう復活って感じ、復活っていうか、まあ復活か、そう、なんていうか向上のためにやってるっていうよりは維持のためにやってるところもあって、少なくとも維持できれば向上ぐらいの感じですかね。今日もねビデオ通話でね、外国人の人とお話しするんですよ。はい、楽しみにしてますよ。はい。ね。そういうのもちょっと魔術のいろんな鳥をやるっていう感じですね。はい。いやー、楽しみだな。一応全部1時間おきに入れてるんで、まあ1時間休憩、1時間休憩みたいな感じですか、鳥としては。けどその間に僕はいろいろとやることがあるんで、それをやるっていう、そういう感じですね。はい。はい。そんな感じで頑張っていこうと思います。はい。いやー、いいですね。もうあくびもさっぱり出ないっていう、はい、感じですね。はい。いやー、なかなかいいですね。はい、なかなかいいです。本当嬉しいですね、こんなに調子がいいなんて。はい、今日はたくさんの人と話すんで、はい、こんなに調子がいいなんて本当に嬉しいですね。まあ別に忙しいわけじゃないんですけどね、はい、ただ集中する時間が、まあだから普通の従業員の方々だったらミーティングが、今日はミーティングが5つ入ってるなみたいな、そんな感じです。結構多くないですか。多いでしょ。1時間のミーティングが5つ入ってると多くないですか。残業決定みたいな感じですよね。はい、そんな感じです。はい、イメージ的には
しかもそこで全部自分がどんどん発言していかなきゃいけないというそういう会議が5つ入ってるということです。はい、まあ楽しいでしょね。あ、今日は楽しい一日だなって感じでしょ。はい、これはやる気出さなきゃやってらんねえぜみたいなねはい、そんな感じです。はい、いやー、まあけどね、まあいいんじゃないですか。はい、まあ今までもよくあることなんで、6つとかありましたしね。はい、何ら問題なかったです。はい、ということで飲み終わりました。今回の一人語り以上で終了となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。今日も良い一日をお過ごしくださいませ。そうですね、良い一日を。